ブルーベリーチーズケーキがいいかなと思ってた。1 scoop 750, 2 scoops 950, 3 scoops 1200. ないんだって。ないんか。トラメンも美味しそうね。うん、私あのブルーベリーチーズケーキがいいなって思ったから、ピスタチオ。ピスタチオ、でかい。でかくね。めっちゃビッグ。濃厚、はい、なんか思ったより濃厚。ジェラートっていうから結構さっぱりかと思ったら意外と濃厚。確かにしっかり味あるね。書体だね。あ、タイポグラフィーってこと。うん、だよね、これ本当だ。私が選んだ本はこちらの5冊です。はい、インテリアにもやっぱしたくて、インテリアにもしたいという気持ちもありつつ、こう、なんていうの、中身も伴っている。伴ってんだ。うん、物を選びました。確かにこれが一番いいかなと思って。インスピレーションを立てます、ね、うん、インスピもらえそうな。普通の本屋さんにも行こうって言ったら怒る。いいよ。6冊買いましたね。冷めないうちに。冷める前に。冷める前。冷める前。日本のやつがね、ちょこちょこあるのよ。ランキングに。The voice to Korea。Thank you.
なある。いや、なんかね、やっぱまず、ね、かっこいいの、うん、面白いの、こういうの面白い、こういうのがさ面白い、うん、これは、私結構こういう描き方のシンプルな線画とかシンプルな絵を描くっていうやつの本を日本に行ってる時も割と探してたの、うん、で、英語日本あの海外だったら見つかるかなと思って見に行ってみたんだけど、これ一番いいなと思って。あんまり日本にこういうのないの？このさ、ヌタさん描くよみたいなやつもなんかね、これわかりづらいな。あ、そう、イルカさんとかも、いや、これクジラさんだね。あ、そう、クジラさんこの、こういう形作ってで、こっちにこういう形作ってここにこういう風に描いてこうつなげるよみたいな。はいはいはい、あ、おもろいね。多分これだとバランスちゃんと取れて綺麗に描けるよって、こういう風に多分三角形描いてその中にこうやって入れてくとかってやった方がバランスよく描けるよっていうことなんだと思うんだけど。で、ね、最後は、あ、もう一冊の話、本心の選んだやつ、じゃじゃーん。何それ？ホームメイドなんだけど、見て、バイメルボルンズベストクックスシェフ&レストランのクッキングアットホームなの。だから I'm at home on the weekend、うん、I like to visit Queen Victoria Market on a Sunday morning to find something tasty to cook。 結構レパートリーもさ豊富だね。そう、シーフードとかもあるし、うん、バーガーとかさ、こういうお肉とかそういうのもある。